皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、はい、こちらファミリーコンピューターファミコンの話なんですけれども、まあ、これ、最近リサイクルショップでジャンクで購入したもので、一応動作するんですけれども、まあ、何分本体が黄ばんじゃってるし、まあちょっとね、この1コンの十字キーの周りもちょっとこう色が剥げちゃってるというところで、もう1台買いました。はい、まあ、さっきよりはちょっと黄ばみが少なくて、綺麗かなと思いますし、まあ、ここにこのファミコンファミリーのマークが入ってることでわかると思うんですけど、さっきのファミコンよりも新しい、ファミコンで、ただこいつ電源入れても動作しません。はい、壊れてますね。はい、ただまあ外見はまあ一応綺麗ですよね、まだまだ。はい、で実はファミコンがもう1台あります。はい、こちらはまあひどい状態なんですけれども、まあ、こちらはですね、自分が小学校中学生くらいまで、使ってたファミコンの、まあ慣れの果てと言いますか、もう屍と言いますかね。まあよく言えば、死に化粧ですかね。で、このファミコンですね、まあここまでボロボロにされちゃもう動かねえだろうと思ったんですけど、まあさっき電源、ソフトを挿して電源入れてみたらば電源入りました。びっくりしましたけど、ただ、このコントローラーだけはちょっと効かなかったんで、コントローラーが死んでるのか、この本体側の端子がちょっと接触が悪いのかちょっとわかんないんですけども、まあ、とりあえず電源は入りました。はい。まあ、このファミコンが発売された当時、まあ、ファミコンを、まあ、改造してくれるサービスがあったんですね。まあ、やってた会社がハッカーインターナショナルという会社なんですけれども、まあ、元のファミコンは当然オリジナルのファミコンなんですけれども、それをまあ、普通はここに RF 端子ってありますけど、まあ、アンテナ線にしかこう接続できないものだったのを、AV 出力端子をつけて、まあ、ビデオ出力できるように改造してくれたりした会社で、まあ、そのファミコンの名前がハッカージュニアという名前がついてましたけれども、そのまあ、新品でその改造された本体を買おうと思ったらば22,800円。で、自分の持ってるファミコンを下取りに出して、で、新品のハッカージュニアを手に入れたい場合が16,800円。で、自分の持ってるファミコンをそのハッカーインターナショナルに送って改造してもらうと7,900円。で、さらに、ハッカーインターナショナルのそのハッカージュニアと同じ仕様に改造できるキットが5800円で売られてましたよね。まあ、でですね、今回はこの3つのファミコンのパーツをそれぞれ、移植をして、まあ、ドミノ移植と言いますかね、して、綺麗なファミコンに仕上げていきたいなと思っています。で、まあ、話を整理しますと、まずは、この一番状態の悪い本体ですけれども、基板は生きているので、ここからまずファミコンの中の基板を取り出して、先ほどの、このファミコンファミリーのマークの入った本体にその基板を移植します。で、この中の基板は、まあ、捨てちゃいます。ただ、コントローラーだけは、残しますね。はい。で、この側とコントローラーを、一番最初のファミコンに移植をします。で、まあ、その移植の過程で、この、まあ、一番側の綺麗だった、そのファミコンファミリーの入ってる、本体の、この、
ところですね、白いところ、まあ本来白いんですけど、ちょっとこう黄ばんじゃってアイボリーを通り越して黄色っぽくなってるわけですけど、この本体の漂白を一応しようと思ってます。はい。でまあ漂白に使うのは、まあいろんな動画が出てるから分かる方いらっしゃるかもしれないですけども、はい、こちらワイドハイター EX パワーというですね、医療用の漂白剤ですね。はい。こちらあの一番でかいサイズのこれがですね、セール品になってたんで、ちょうど良かったと思って買ってきたんですけれども、まあ、これを使ってですね、本体の、ケースを、漂白したいと思います。まあ、でいろんな動画を見てると、まあ、こう綺麗な透明のケースにこうファミコン の、 その黄ばんじゃったところをこう入れて、やってますけど、まああんまり大きいケースにしちゃうとそのケースを満たす薬液を作るのが大変になっちゃうんで、ちょうどいいサイズないかなと思ってうちで探したらですね、はい、こちらあの4段くらいになってる引き出しですね、ケース、これ A4 サイズの紙がちょうど入るくらいのケース、まあこれがですね、大きさといい、まあ深さといい、まあちょうどいい感じなんじゃないかなと思って、ちょっと綺麗にして持ってきました。はい。まあ、これにですね、ファミコンの側をこう沈めて、で薬液を作って、まあ、それに浸して、漂白をしていきたいと思っています。まあ、その漂白の過程は、まあ、いろんな動画で出てますんでね、まあ、一応割愛してダイジェスト的に画像でお見せする感じになるかなと思いますけれども、漂白の方をやっていきたいと思います。じゃあまずはですね、漂白をしたいファミコンの本体を分解していきましょう。はい、というわけで底の蓋は取れたとこなんですけど、まあこれはこのファミコンファミリーのマークが入ってるものなんで、割と新しい方の本体になると思うんですけど、まずはとにかく外せるものは外しちゃいましょう。これがコントローラーのケーブルですね。でまあファミコンのコントローラーって、ケーブルはこの本体の前の方から出てるんですけど、ぐるーっと回って後ろから出してる分、まあ15センチくらいですかね、ケーブルの長さを損してるわけですけど、まあハッカーインターナショナルの改造ファミコンだと、ここからこの前のこの横のあたりから出してる感じですよね。なのでほぼほぼその15センチ分くらいは長くコントローラーが持てるという感じだったですね。はい、ちょっとまだ電源スイッチのところが虹で止まってるんでこれ以上離せないんですけど、はい、といったわけでこんな感じの基板になってますね、ファミコンは。初期のやつと比べると、初期のやつはここが確かリボンケーブルでつながってたと思うんですけど、この型になってるともう完全にこっちと一体化して、動かなくなってますね。はい。結構新しいかと思ったんですけど、1988年ってなってますんで、まだ昭和の頃のファミコンですね、これは。はい。こちら、側の方外せましたんで、まずはこれ、ちょっと汚れてるんでね、一回水洗いしてそれから漂白の方やっていきたいと思います。はい、というわけで側の洗浄は終わりましたんで、まあおよそ汚れは取れたかなと。まだちょっとこのコントローラーのこの溝のところに汚れが残ってますけど、まあいいでしょう。でまあ、漂白するにあたって邪魔なものをできるだけ外していきたいんですけど、まずはこのカセットのところの蓋ですね。これはまあ簡単に外せますよね、こうやってね。はい、あとはこの
カセットを取り出すスライドなんですけど、ちょっとまあ乱暴になっちゃいましたけど、一応カセットの取り出しのレバーも外れました。というわけで完全に、邪魔をするものはなくなったと思うので、これをまあワイドハイターにつけて漂白をしていきたいと思います。はい、というわけで先ほどの引き出しですけれども、まあちょうどこうファミコンのサイズに合ってる感じですよね。はい、で、使うのがワイドハイター EX パワーということで、まあ薄めて使うっていう手もありますけど、まあ基本的には原液そのままでいいと思うんですよね。ただ量的に足りるのかどうかですよね。多分これひたひたにはなんないかもしれないんで、まあその時はちょっと水を足してひたひたになるまで、やりたいと思うんですけど、まあ足りないですね、やっぱね。まあ、足んないんで、とりあえずこのケースがひたひたになるまでちょっと水を足していきます。はい、というわけでちょっと水で薄めてきたんですけど、やっぱりどうしても浮力でこのケースが浮いてきちゃうんで、まあ浮いてきちゃうとね、この完全にこの水面に出ちゃったところが乾くと思うんで、まあこの出たところが乾くのを極力防ぐために、ここにちょっとねラップをかけたいと思います。はい、はい、というわけであそこに置いてありますね。あそこならまあ日中はずっと日が当たってるかなと思うんで、はい、まあ万が一こぼれちゃっても下がすぐ水路なんで、問題ないかなと思います。まあ、とりあえずね、これで何日か放置するようになるかなと思うんですけど、様子を見たいと思います。